まああの今東京都内ランニングとかウォーキングしてるとですねえその候補者のポスターが掲示板に貼ってあるんですよねであのフルで貼ってあるところって本当にあのはほんとにターミナル駅の近くとか便利なところでなかなかレア,もレアポケモンみたいな感じでねえとまあ主要な候補主要な候補って言ったらあれですけどのポスターは貼ってあるんですけどあのそうじゃない候補のポスターってなかなか出会えなくてね。 でたまたま出会うとああって思わず見ちゃうわけですよあの珍しいから、あのー、まああの一部ねあのたくさんポスター貼ってらっしゃる団体もあるようですがそうではなくてあのピンでっていうかあの1枚ずつ貼ってある候補あるじゃないであのその時に僕は思うのがこの人はこの方はどうしてこうなったんだろうこうなったんだろうっていうか何がどうなってこの東京都知事選に出るという人生になったのかなってしみじみ思うんですよね。 まあだから人によっては放末候補だとかちょっと面白おかしく捉える人もいるでしょうしそれからの政見放送のね放送が NHK などで始まったようですけどもその政見放送を見てねあの受けちゃうよって思ってる人もいるかもしれないんだけど僕はどっちかというとその人の人生考えちゃうんだよね。特にそうそういう候補者の身近な人って なんか途方に暮れてると困るとと思うんですよそのあうちのおじいちゃん出ちゃったうちのおばあちゃん出ちゃったうちの父ちゃん出ちゃったうちの母ちゃん出ちゃったとかね兄ちゃん出ちゃったっていうだからなんで身,身内の人の立場から考えると近、ね、身近な人から考えるとああこの人出ちゃった人生なんだなって例えばあのねもう本当に大ベテランとなってますドクター中松師匠は今でも選挙何回出てるんですかね。 まあ、ドクター・中松さんみたいな形だともうお金があるんだなっていうのは分かるんですけどでもねまあなんていうか、まあ、目立ちたがり合ってるもあると思うんですね確かに選挙で言うと知名度上がるじゃないですか他にはない形ででもなかなか受かる当選するっていう確率は低いだから何なんなのかなと人間って僕どんな人でもある程度自分のこと客観視できてると思うんですよだから次のステップにされる方もいらっしゃるんでしょうしね本当にあの国政とか いろんなものに出るあるいは文化人として名をなすっていう、まあ、そういうものを狙ってる方もいらっしゃるんでしょうけどでも一方でそういう選挙に出るってなんとなくちょっと文化人としては色がついちゃうっていうかそれでまあ色がつかない方もいらっしゃると思うんですけどなんかあそういう何かちょっと色物って変ですけどちょっと変わった人なんだなって思,って思われちゃうとこもあるでしょだから致し返るしだと思うんですけどでもいずれにせよそういうことは全部本人たちも分かった上で。 出られてるわけですからねなんかそこにやむ,ややむにやまれないものがあってそれ前のご主張もおそらく東京都政っていうことの現実から考えるとちょっと現実味がないようなものも含まれてるんでしょうけどでもなんか出ちゃった人生だわけでしょう。まあ、今回あの僕のね、えー、本当に身近でよく知っているのと学生僕の直接の学生じゃないんですけど近くにいた学生がに出てるんですよねでこの前彼のポスター見つけてうわーここにあった <laughs> と思って。 <laughs> まあ、時々会ってるんですけどその人間は分かんないじゃないですかその、ね、この人がなんでこうなってるのかってのは本当のところはあでも出ちゃってるんだなと思ってなああのーまあ、応援してそれしかないよね、あのー、別に投票するっていうことではないけど必ずしも <laughs>、あのー、応援はするよねあの頑張ってねだから体気をつけて頑張ってねっていう意味においてはね。 だけど、まあ、それ言うんだったら俺の知り合いが今回の都知事選に複数出てるから全員応援するってことになっちゃうんだけどこれは必ずしも投票するってことにはならないんだけどねでも体に気をつけて元気でねってでも都知事選に出る人生ってなんかねしみじみと不思議な人生だなって特に今回みたいにもっと近くにいた学生が出てると。 なんかああこいつの人生こうなってんだなってしみじみをもう頑張ってほしいなってそこの後も人生は続いていくわけだから、あのー、この経験がなんか少しでも勝手にな,るな,なればいいなってあのかの方々もね昔んかイエス又吉とかいう方とかあと柴田橋場なんとか桃吉郎じゃんかそういう方々も名物のような方いらしたじゃないですか。 相方々にとってその選挙に出るっていう人生がね、人生の中であの少しでも勝手のあるものになったらいいなって、もちろん公職の選挙なんで、えー、公のこともあるんですけど、そういうプライベートな思いも浮かんでくる、そんな東京都知事選でございましした、えー、ボイシーとの同時配信でお送りしました。